モンスターハンタートライ G 狩猟の手引き。スライドパッドで移動、十字ボタンでカメラ操作、L ボタンで正面を向く、 L ボタンを押しながら Y、A ボタンでアイテム選択、 X ボタンで抜刀、 A ボタンで攻撃。基本操作は今までのモンスターハンターシリーズと同様の操作となる。本作では新たにタッチスクリーンを使用した操作を導入。タッチスクリーンでは様々な機能を画面に配置することができ、プレイヤーの好みに応じたカスタマイズが可能。例えば上画面に表示されているマップ、そのマップを上画面から下画面へ移動することが可能。タッチで拡大することも。さらに体力、スタミナゲージやアイテムウィンドウの表示も下画面に移動することができ、上画面の表示を全てなくすことも。アイテムの使用はこれまでのボタン操作に加えて、タッチスクリーンからアイテムを選ぶことも可能。一覧表示からの選択となるため、直感的に素早くアイテムを使用することができる。またアイテムをスムーズに調合したり、仲間と狩りをしている時に自分の居場所を知らせるサインもワンタッチで使える。狩りにおいて重要なカメラ視点の移動は、従来通りの十字ボタンでのカメラ操作だけでなく、タッチスクリーンでの操作にも対応。今まで通り移動しながら自由に視点を変えることができる。十字ボタンの場所、大きさはプレイヤーに合った微調整も可能。さらにスペースを取って大きく配置することも。ワンタッチでキックも。このようにタッチスクリーンを自由にカスタマイズすることで、プレイヤー好みの操作感を実現できる。本作より搭載されたターゲットカメラ、クエストのモンスターを狩る上で重要な役割を果たす。通常は L ボタンを押すとプレイヤーの正面を向くが、モンスターと遭遇しターゲットカメラをタッチすればターゲットカメラオン状態に。ここで L ボタンを押すとカメラリセットがターゲットしたモンスターの方へ向くようになる。ターゲットカメラオン状態時でも L ボタンを2回押せばプレイヤーの正面に視点を戻せる。2等クエストの場合は2頭のモンスターに対して臨機応変にターゲットカメラが変更可能。自在に視点を変更することで過酷な状況を切り抜けていく。
様々な新要素を搭載し、12月10日狩猟解禁。